みという。うずら卵ってどこか懐かしい味がしますね。おいしい。これ冷めてもおいしいので、お弁当とか、行楽とかにもおすすめです。今回は、豚肉で作ってやるんですけども、もちろん牛肉でも OK です。本当は牛肉で作ろうかなって思ったんですけども、牛肉の特売日があと3日後なんですね。それで、ちょっと今回は豚肉で作ってみたんですけども、これはこれでとても美味しいで、お子様にも喜んでもらえるのかな。よかったらお試しください。ごちそうさまでした。